ワンパーということで、天真爛漫実況、姫さんでと、続きのをやっていくんですけれども、いやー、姫さんが怖かったな、前回。いや、あんなに嫉妬深いんだな、なんかびっくりしましたよね。もうなんか、おちおちさ、女の子と二人きりになれないというかね、なんかいろいろ問いただされそうなというか、なんかそれぐらいのこう圧を感じたんですけどね。はい。まあ、そんな中、文化祭の、まあ、準備は進んでるので、これからどうなっていくのか、じゃあ見ていきましょうか。静かな部屋の中、時間を確認すると、そろそろ19時ぐらい。ああ、もうちゃんと帰んないとな。もう今日の分は終了して、すでに帰れるような状態だった。さすがに文化祭直前になると、しなくちゃいけない作業も減って、ある程度の余裕が生まれていた。とはいえ、見回りがあるから、結局最後まで残らないといけないんだけど。大きく伸びをすると、役員のみんなはまだ作業を続けているが、やはり、切迫した様子はない。だがしかし、その中でピリピリとした雰囲気を放つ人が一人。おう。はぁ、あ。参ったな。機嫌を直す様子が全くない。なんかもう集中力も切れてしまったし、今日の作業は、もういいかな。先輩、今日の作業はもう終わったので、先に見回りに行ってきます。あ、はい、了解しました。そうですね。そろそろ見回りの時間ですよね。問題なければ、そのまま帰宅してもらって構いませんよ。もう7時頃だもんな。わかりました。それじゃあ、お先に失礼します。あ、ちょっと待ってください。ん？一人じゃ大変ですよね。それはね、ちょっと今は大丈夫です。別に大丈夫ですよ。そうですか。でも、あ、それでは私が一緒に。わらわが一緒に行こう。ガサッ。いやー、咲夜さん、まあ、やっぱりそうなりますよね。あ、そうですか。それではよろしくお願いします。お二人なら安心ですね。この目つぶってる感じがなんかいいな、またな。いや、その。どうかしましたか？なんでもないです。なんでもないですな。危ないな。フラグが立ちかけるところだったからな。この回のクラスは全部準備が終わってるみたいだな。なんも言わない。もう怖いよ。空気が重い。口を開くのをためらってしまうほどに、俺たちの間に流れる空気は重かった。やっぱ怒ってるよな。咲夜さん。怖っ。いやもう、ホラーなんですけど、その目でさ、この暗い中で見てくると。その言葉に返事はなく、じろっと鋭い視線だけが向けられた。やっぱすごい怒っていらっしゃる。今日は本当に申し訳ありませんでした。え？何か？どうして謝るの？わらわは何も全然怒ったりしないんだよ。うーん、じゃあそのマーク何かな、その頭の上のマーク何ですかこれ。ちょっと俺たちにだけ見えるんですけど、これ何でしょうかね。その、なんていうか、火曜日のことがあったのに、今日時和先輩にマッサージしてもらって。いやでもあれはしゃあないよな。不可抗力もあったしな。もうしますよみたいなさ。ね、時和先輩の方もね。別にあれぐらい普通じゃない？うん。ちょっと肩を揉んでもらっただけでしょ？それぐらい普通だよ。その笑みがすごく怖いんですけど、しっかりと断るべきだったと思っております。だから気にしてないよ。うん。ほんと。マッサージされてちょっと気持ちよさそうな顔してたからって、全然怒ってなきゃないよ。あー、ちゃんと見てたね。ちゃんと見てたね、そこね。ちょっと気持ちよさそうになってたもんな。本当、すみませんでした。心の底から平謝り。今の俺にはもうこの方法しか思いつかない。それだけか？怖っ。いや、通常のトーンに戻るとなんかさらに怖いな。いやー、その、どうすればいいんですかね。お主、肝心なところでヘタレじゃの。土壇場でしか格好をつけられないのか？ん？それはつまり、謝るんじゃなくて、ヘタレでもないとなると、思いつくのはもうこれしかない。俺は咲夜の体を強く抱き寄せる。考えた答えがこれか？男は困ったらすぐにこれじゃん。
体で物事をごまかそうとする。でもどうなんですか、咲夜さん。うるさいな。これが俺の精一杯なんだよ。これじゃあ不満か。まあ残念ながら不満じゃないのが実に困ったところじゃな。これがもう早く仕事してくれ。仕事終わってからそれしてくれ。あ、そういった咲夜は微笑を浮かべて目をつぶる。そして俺と咲夜の唇が触れ合う。その前にどこかから人の足音が聞こえてきた。え、誰か来る。慌てて体を離そうとするも、俺の腕を咲夜が掴んで離さない。おい咲夜。咲夜の体が少し熱くなる。なんだ。次の瞬間、辺り一面が真っ白に染まり、その光はすぐに収まって元の景色を取り戻した。何だったんだ今の。今、一体何が。気にするな。ちょっとこの階に誰も入らないようにしただけじゃ。どういうことやね。ちょっとさっきの足音は。何だったんだじゃあ。誰も入らないようにって。今からわらわが力を解除するまでの間、誰もこの階には入ってこれ。ちょっと。何してんの。そう言われると、確かにさっきまで聞こえていた足音が聞こえてこない。本当に力を使ってここに誰も来れないようにしたのか。本当無茶するよなお前って。わざわざわらわが力を使ったのはそんなつまらん言葉を聞くためではないんじゃかな。おう、何。再び唇を近づける。しかし今度は足音は聞こえてこない。誰の気配もなく、今度は邪魔してくるようなことはなかった。もう心置きなく楽しむためですか。このひとときを。柔らかな感触、ほのかなぬくもり。すぐには離さず、さらに求めるように強く吸い付ける。これ、音によってはカットするかもしれない。咲夜の方もこちらの行為に応えるかのように吸い付けてきた。危ないね。なんかこういう音ね、最近ちょっとシビアになってきてるから。そうして互いに優しくついばみ合ってからゆっくりと唇を離す。いつにも増して熱を感じさせるキス。そしてその熱が体中を駆け巡るようだった。もっと咲夜のことを感じたくて、さらに強く彼女の体を抱きしめる。おい、ちょっと待って。この流れは、ちょっと深夜に、深夜にというか、この下校時間ギリギリのこの時間帯にやるんですか。咲夜、まだ力は解除しないことって可能か。お主が望むなら、何このいい雰囲気。恥ずかしそうだが、どこか甘くとろけたような咲夜の声。本当ならこんなところで、とは思うが、神様の力で誰も来ないし。え、ちょっと待てよ。そういえばさ、前に約束しなかったっけ？力を使ったら罰を与えるって。かように。あ。使っちゃったね。はい。ということで、この画面に来たということは皆さんお察しの通りでございますが、事後、パート2ということで、例のシーン2回目が入ってきました。いやー、もう、誰も入ってこれないようにしてな。ちょっと、なんか来るのかなと思ってたんですけど、いい雰囲気になったしな。もう、即入りましたね、さっきね。あ、なに、罰がどうとか、なんか、その流れでさ、即こう、入ってたんですけどね。はい。まあ、すごい、良かったです。例のシーンに関しては、すごい良かったです。はい、ということで、じゃあ、それはいいや。じゃあ、見ていきましょう。お！文化祭当日に飛ぶんだね。さっきの流れから。なるほど。さあ、どうなっていくんでしょうかね。じゃあ見ていきましょう。いつものようにむくっと体を起こす。むくっとな。おかしい。やけに部屋が暗いな。今日は雨なのか。ああ、朝のはずなのにってこと？カーテンの隙間から外の様子を伺う。暗い。雨雲とかのレベルじゃなくて、まだ太陽が昇っていないほど暗いというか、まだ夜明け前じゃねえか。いや、なんだ
ただそれだけかよ。なんかちょっと今異変が起きたのかなと思っちゃったけど、そういうことね。時刻はまだ6時前。10月も深い時期になるとこの時間はまだ暗い。まあまあな。もう少し寝てよ。微妙だけど確実にまだ1時間は寝れるし。再び体を横にして目をつむる。大丈夫か？うん。おかしい。おかしい。まだちょっと、うん、景色が変わらないな。全然眠くならない。いつもなら簡単に二度寝ができるはずなのに。そもそもなんで俺はせっかくの日曜日にこんな早い時間に起きてしまったのやら。決まってるよな。今日が文化祭だから。それしか考えられない。そうだな。なんでそんな回りくどい言い方したのかわかんないけど。小さい子供か、俺は。確かに楽しみにしているのは事実だが、まさか勝手にこんな早い時間に起きてしまうとは。自分でもびっくりだ。はぁ、なんかもう寝れそうにないな。完全に意識が覚醒状態に入ってしまった。いつもよりも、睡眠時間が短いはずなのに全然眠くなってこない。まあでもなんかそういう時たまにあるよね、ほんと。着替えて学園に行く準備を始めるか。実行委員として他の連中よりも早めに学園に行く必要もあるしな。あ、そういうのあるよな。まあ早すぎるんだろうけど。あ、俺がリビングに降りると意外にも人影があった。サナがもう朝飯の準備をしているのか、それともじいさんがもう起きてるのか、姫さんじゃない？なんじゃ、お主か、春樹。だろうな。昨夜、どうしたんだよ。なんかさ、俺、昨夜って名前変わったんだけど、俺もう姫さんの方が言い慣れてるから、姫さんって言っちゃう。なんかどうしても昨夜って言えないな。昨夜さんって言えない、なんか。お主の方こそ、こんな時間にどうした？ああ、いや、なんでだろうな。なんでかわからないけど、目が覚めたんだ。わらわも似たようなもんじゃ。というか、同じじゃ。どうにも眠れなくてな。子供か。俺もだけどな。でもここまで頑張って準備してきたんだ。今までの努力の結果が今日示される。なら、緊張しても普通だと思うし、そうなってしまうほどに力を注いできたんだ。もういろいろあったからな。泣いても笑っても、今日じゃな。心配しなくても大丈夫だろう。多分みんな満面の笑みで過ごしてくれるさ。泣くやつなんていないって。そんな言葉に昨夜は静かに笑顔を浮かべていた。その笑みはまるでどこにでもいるような女の子が浮かべる年相応の可愛らしい笑顔だった。では失敗せぬためにも今のうちにすべきことがあるのではないか。おう、えぐい。えぐいんだよな、この頭がグワングワンしますね。かわいすぎじゃね？ほんとこいつはこういう時だけ受け身なんだから。そういうギャップは結構卑怯だと思う。わー、それわかるな。めっちゃわかるわ。文化祭のためだしな、仕方ないよな。とか言いながらノリノリなんだろうな、ニヤついてて。分かっていながらも逆らえないのが悲しい男の性だった。しゃあないしゃあない、逆らってたらダメだよ。身を任せようぜ。おー。あれ、なんかさ、文化祭のさ、この外装ってさ、初めてではないか、さすがに。あれ、なんかあんま見たことないんだけど、他のルートで。第1回だもんな。あれ、なんかすげえさ、新鮮だな。初めて見たかな。まあいいや。門には看板が取り付けられ、文化祭が行われることをしっかりと宣伝している。お、でもちゃんとできてるね。あ、でも他のルートでもなんか見た気がするな。いつもは静かなはずの空間に、すでに店が準備されていた。うん、あ、いたり。早めに来たはずの俺たちよりも早くに来ている学生がいたり。みんな気合が入ってますね。焼きそば、焼きそばか。食い意地がすごいな。焼きそばはまだだな。10時から始まるから、そしたら帰るぞ。金券いるけどな。金券？ゴールドチケット？ん？なんだその金色に輝いてそうなチケットは。特別な配給チケットか？まあ特別な配給チケットではあるけど。なんかそういうモンハンみたいな感じじゃないからな。なんかその、
なんていうか、もう普通に金使うからな、あれな。いや、簡単に言うと、この文化祭のみで通用するお金のことだ。それがなければジュースも飲めない。卑怯だぞ、ハルキ。なんでハルキくんなの？なんで卑怯なのがハルキくんなの？お金を払うのは至極当然のことで、俺のせいではないと思うが。大丈夫、大丈夫です。私がちゃんとお小遣いをあげますから、それを金券に変えればいいんですよ。そうか、よかった。まったく、もう少しでハルキの嫌がらせに屈服してしまうところだった。嫌がらせ。だから嫌がらせで言ってるんじゃないって。そうだ、兄さん。後でうちのクラスの方にも来てくださいね。ああ、そう、なんか行ってみたいんだよね。行ってみたいっていうかさ、見てみたい。そのサナさんが。お化け屋敷してるところというかね。ああ、どうだろうな。割と忙しいんだよ、実行委員の方が。そうなんですか？残念なの。ダメか。まあ、時間があったらな。はい、待ってますね。多分休憩の時間はあるだろうし、顔を出すぐらいは可能だろう。その時に、サナの方の都合も合うかどうかは別問題だが。おい、どうかしたのか？さっきからぼーっとして。ん？ああ、いや、なんでもない。ただ、ちょっと嬉しくてな。お、考えにふけていたみたいな感じ？その気持ちはすごくわかる。でも、本番はこれからだろ。そうやって考えにふけるのも、ふけるのはまだまだ後だぞ。大野菜だってあるんだから。そうじゃったな。よし、では行くか。おー、始まったって感じだ。おー、これすごいよな。ちゃんとね。しかもなんか、空のなんかオレンジ味みたいな感じのやつもあるし、なんかファンタグレープみたいなやつもあるし、俺すごいな。これポカリかな。なんか、その、外のさ、こう、ラベル的に判断してるけど、どうなんだろう。おはよう。おはよう、ハル。今日はどう？よく眠れた？なぜか6時頃に目が覚めて、そっからずっと覚醒持続中。テンションも地味に高い気がする。だね。私も似たようなもんだよ。おー、葵さんも？文化祭実行委員の当日の朝、一枚ゲットウィズ・アオイさんみたいな。トクサ、お前な。はいはい、そんなに目くじら立てないの。今日はブレイコーだよ、ブレイコー。だからって何の断りもなく写真を撮るな。それだけ春の功績が大きいってことでいいじゃない。そっか。まあ肖像権はいろいろあるけどな。そうそう。ということで、姫ちゃんも一枚。わらわか？少し待て。どちらかというと左の方が写真写りがいいのじゃ。左？あ、そうなの？何気にそういうことを把握してるんだな。いい女は意図的に奇跡の一枚として写ることが可能なんじゃよ。おう。そのためにはいろいろと角度があるんじゃ。まあでも角度やっぱすごい気にするよね、あの女子は。その自撮りするときもそうだし、その集合写真とかもそうだし。お前もそういうことを気にしてたんだな。というか、意図的に映ることができるなら奇跡でも何でもないだろう。んで、よりは？こういうお祭り騒ぎは一番好きそうなのに。今日はまだ見てないわね。どうかしたのかしら。ああ、よりね。小太郎もちょっとどっか行っちゃったしな。またどっかに旅立ったかな。こんな中途半端な時期に？あれでも一応、長期の休みの時だけだったでしょ？それに、割と張り切って準備してたから。それはないんじゃないかな。ああ、そうか。ならただ単純に寝坊とかかな。そのうち来るだろう。なんて話に呼び寄せられたかのように、伊織が教室の扉を開けて入ってきた。エース。おお。いやー、危ない危ない。もう少しで遅刻するところだった。ちょっと寝過ごしたのかな。どうした、寝坊でもしたか？寝坊じゃなくて、ちょっと入手するのに手間取っちゃってさ。なんだ入手。ああ、あれかな。よりさん、あれかな、例の先生の入手するのに手間取ったって。何を？これこれ。さあ来るのか。どこか楽しそうにカバンの中をゴソゴソ漁るより、そして自信満々の表情でとあるブツを取り出した。お、
きたー、じゃじゃじゃーん、バニーフ、言っとくけど新品だからな。きたぜあ、ちゃんとこの SDA も出るんだねあのゆかり先生ルートでもねあったんですけど、いや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 、最高じゃないですか。やばい、純度の高い変態が純度の高いじゃねえわこれがないと罰ゲームになんねえからな、ゆかり先生の。それお前が着るの。お前はバカか、男が着て客引きなんかできるかそうだな。ってことはクラスの誰かに着せて宣伝させようっていうの。うわ、最低、セクハラだ。違うって、千歳、お前は先生と約束したんじゃなかったのか。そうだぞ。約束？先生と？バニー？ああ、あれかああじゃないよ。でも先生も本当に着るつもりじゃなさそうだったし、とりあえず面倒だからお前に全部任せるわ。着せたいんだったらお前が説得してくれ。あ、はあ、いやーかわいいやべえ、今のやべえ、今の聞いたわ。いやー、今不意打ちのあの顎とか、あのテンプルへの一撃みたいな感じで聞いたわ今。いや、今の声やばいなー。ちょっと待って、もう一回いい？やばめっちゃ好きこれ。チャイム、なんかすげえ可愛いな。チャイムの鳴る前に教室に入ってきた先生は、イオリが手にしているバニー服を目撃し、その場で完全に固まっていた。先生覚悟を決める準備はよろしいでしょうか逃げたそして何も言わずにキビスを返して一目散に逃げ出した。ちょっと待った、約束は守るべきですよ先生よりさん結構そういうのすごいさ、こう執拗に行くんだよな。よりはそんな先生を追ってダッシュで教室から出ていった。あそこの下りはね、もうゆかり先生ルートじゃないからちゃんと見ろ。息を飲んでしまった。あるんだ。うわー、やっぱいいなー、すげー似合うわー、ゆかり先生ルートのさ、あのバニー姿もそうだったんだけど、ゆかり先生のバニー姿、あのねー、またね、例のシーンの一枚絵がいいんですよ。屈辱的だというような表情で俺を睨みつけてくるゆかり先生。ちゃんと来てんだもんな。いやいや、俺を睨まないでくださいよ。そもそもバニーの提案をしたのは先生自身で、その服を用意したのはイオリです。こんな格好するのは屈辱だけど、このバニーのサイズがぴったりなのが一番嫌なんでサイズを知ってるの。そうなんだよなその言い方も面白いっていうね。いや本当な、ぴったりなんだろうな。持って生まれた眼力ですかね。怖いわ、お前すごく変態的なやつとして生まれてきたんだないろんな意味で。別に水着姿を見られたわけでもないのに、どうしてここまでぴったりと合わせてくるかな。そうだな、足りない部分は男のロマンで補いました。足りない部分はロマンってなんだ、もう変態の域に達しているぞ。でも似合ってますよ先生大丈夫だ葵さん、それ励ましにもフォローにもなんねえから。そうそう、というわけで一枚激写。ちょっと、いや、やべ、勝手に撮るな。というか一枚たりとも撮るんじゃない、そのカメラぶち壊すよまあな、まあそう、壊されてしまうかもしれないな、肖像権でな。ダメですよ、カメラとメモ用紙は記者の命なんですから。抱え込むようにカメラを隠す徳さん。しかし思わず目をそらしてしまうほどに似合ってはいる。あ、これまずいなこれ今度はゆかり先生に目を取られてしまうと。だからこそ逆になんだか危ない気もするんだが。しかし実に道に言っている。これからこのクラスに客が押し寄せること間違いなしじゃ。お、あ、そのハルキくんの反応については何も見てなかったのかな。男限定だと思うけどね。だろうな。あと店自体はバニー喫茶じゃないから、がっかりされるような気がするけどな。そう、そういう詐欺みたいな真似はしない方がいいんじゃないかな便乗していく。問題ありません、別にバニー喫茶と宣伝してるわけじゃありませんから。うん、ただ客引きがバニーさんというだけです。まあ確かにな。
騙される方が悪いレベルの話ではある気がするね。目立つためにバニー来てるだけですみたいな。この一言だと思ってこうなったら千歳君も裸踊りで客引きしなさいよ。それはダメだろ。それはダメだろ。第1回だぞこれ。第1回でこのあれだぞ、文化祭終わっちまうぞ。なんで賭けに勝ったじゃないですか。しかも裸踊りとか俺がしたら退学になりかねないですよ。私だって言及される危険性が大だよ。絶対追いたけ先生に怒られる。それだけの覚悟で来てるんだからね。確かにな、そういうことか。いやーでもゆかり先生養ってあげたい。養ってあげたいヒロイン、ほんとな、結構高い方なんだよな、養われるというよりは。とにかく俺は実行委員の方の仕事がありますから。逃げるな千歳。戻ってきなさい。逃げていく。飛び火で大やけどしないうちにそそくさと教室から逃げ出すことにした。頑張れゆかり先生。どうだったんだろうな。本当に私がやってもいいんでしょうか。お、俺は嫌です。恥ずかしいですし。でも今回の件で一番頑張ってくれたのは千歳くんなのに。何が？そんなの気にしないでいいですから。責任者とはな、全てにおいて責任を負う責務がある。だがそれと同時に一番おいしいところを持っていく権利も有するもんじゃ。おう。俺と昨夜に促された先輩は微笑を浮かべて職員室に設置されているマイクを手にした。そして息を吸い込み、緊張を隠しきった声をマイクに向ける。皆さん、10時となりました。それでは第1回水なぎ学園文化祭水なぎ祭を開催したいと思います。おお、これね。やっぱこの最初のね、声かけ締まるよね。先生と共に学園内に音楽が流れ始め、あちらこちらで拍手と歓声が湧き起こる。その大きさといったら人気がないはずの職員室にいてもはっきりと聞こえるほどだった。まったく、こんなに騒いではまた苦情が来るぞ。まあ当日なんでいいじゃないですか。老いたけ先生、分かっているな。君たちも文化祭を楽しむのはいいが、羽目を外しすぎないように。まあ確かにな。今日を問題なく乗り切ってこそ文化祭は成功したと言えるんだぞ。大切な仕事があることを忘れないように。でもやっぱ老いたけ先生いい先生だな。ちゃんとな、そこをな、思い起こさせてくれると。はい、分かっています。そう釘を刺してから老いたけ先生は職員室を出ていった。相変わらずこううるさいな。そういう言い方をしてはダメですよ。先生は先生なりに心配してくれているんだと思います。まあそうだな、それはそうかもしれないですけどね。心配しておるからこそあんな小言を言うんじゃろ。まああれも学生に対する愛情表現の一つではないか。お前、前と言ってることが違くない？前に怒られた時はもっと憤慨していたような気もするけど、何か老いたけ先生の印象が変わるようなことでもあったんだろうか。まあ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 、あのいろいろね、そう、見てましたからね、昨夜さん。さてと、おしゃべりはここまでです。私たちには仕事がありますからね。そうですね。それでは私は案内所の方に行きますから、お二人は巡回と金券所の交代役としてお願いしますね。おお。うん、任せておけ。それぐらい何の問題もない。もし万が一何か起こった場合は速やかに無線機でお願いします。了解です。それじゃあ最後まで気を抜かずに頑張りましょう。でもせっかくの文化祭なんですから楽しまないとダメですよ。可愛らしく。なんかいいね最後の。釘を刺して職員室に、を後にする時雄先輩。じゃあ俺たちも行くか。それではまずは2人でデートじゃね。仕事はどこに行ったんだ。いや巡回だろ。固いことを言うでない。結局2人で文化祭を回るんじゃから大差はなかろ。まあでもそうか、仕事という名の大義名分の中でデートをやるっていう。そりゃまあ確かにそうかもしれんが、立場と責任を考えると。そんな細かいことはどうでもよい、うん、重要なのはわらわとはるきの二人で回るということじゃろ。違うか。この場合否定できないと肯定と同じ意味に取られるだろう。
それが分かってはいるけど、いや、ある意味分かってるから返事はしなかった。決まりじゃな。おぉ。はしゃぎそうな感じだな、ちょっと。はい、ということで、じゃあ、今回はここまでにしようかな。途中、はしょってるんで、多分これ、合計で30分くらいになってると思うから。まあ、なので、文化祭のね、なんていうの？出し物とかいろんなところの話は、じゃあ次回ということで。今回はね、まあ、ゆかり先生のあのくだりとか、いろいろありましたからね。まあ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 、ここまでにしたいなと思います。いや、でもいいね。すごいよな、この装飾。ん？無料カウンセリング。カウンセリングみたいな。なあ、でもなんか、こういうなんだ、占いとかさ、カウンセリングみたいなやつってさ、俺のいた学校だとなかったんですよね、高校とかは。マジでなかったんで。こういうのなんか実際に見てみたいなっていう感じがあるんですよね。オーラ診断とかな、こういうなんかスピリチュアル的なやつな。はい。ということで、じゃあ、次回もお楽しみにしていただければなと思います。結構ね、もう例のシーン2回目も入ってきて、まあ、天真爛漫的にはそんなに例のシーンの数は多くないので、まあ多分3、4回だと思うんで、まあ、あともうちょいで、どうだろう。ね、ルートも、終わるというか、佳境に差し掛かってんじゃないですかね。まあ、文化祭も始まったし。はい。ということで、じゃあ最後まで頑張ってね、やっていくので、ぜひぜひ、楽しんでっていただければなと思います。ということで、以上です。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。ありがとうね。